皆さんおはようございます、こちらは、子どもの未来を作る党代表の、杉本です。無所属で、政治活動をやっています。2019年に、統一地方選挙で、浜松市議会議員選挙で、落選をしました。次は、無所属のまま、静岡県。皆さんおはようございます。こちらは子どもの未来を作る党代表の杉本です。もともとは杉本周一後援会という名前で、政治活動をしていました。2019年に統一地方選挙があって落選をしましたので、今は2つ目の政治団体を作って、また活動を続けています。自分の経歴としては、もともとは学校の教員を目指していて、本当にスタートも遅かったんですが、36歳で、通信制の大学で教員免許を取りました。短期間でしたら小中高で、講師とかね、仕事をの3月4月ぐらいからコロナショックが始まってしまいました。ただ日本の経済というのは、コロナが始まる前からすでに、下降気味でしたので、今のそのマイナス成長というのは、コロナだけがね原因ではないと思います。やはり大幅な増税もしたのがね大きな、原因だと思っています。政治家と公務員というのは全く違う生き物でございますから、政治家そのものも公務員と距離が近すぎるのもね、あまり良くないのかなと思いますし、我々の生活が良くなるように、生活水準が良くなるとか、日本人の生活の利便性が良くなるように、仕事をねしていきたいなと思っています。もし当選することができれば、積極的に自分で考えた条例案を議会に提出をしていきたいなと思っております。少なくとも公務員に対して義務と罰則は作っていきたいと思います。で、前坂中で、いろいろ美術の、ね、教員授業をやっていましたが、子どもたちの能力は大人が思っている以上にあると思いますし、美術の授業ですからね、答えを覚えるだけの授業ではありませんでした。大人が思いつかないような発想もできますし、吸収する力も、ね、非常に大きいと思いますから、ちゃんとした英会話教育をやれば、中3とか高3ぐらいの時には英語ぐらいはペラペラに、ね、なっていると思います。子どもたち その稼ぐ力を、つけさせるためにも、ペーパーテストの英語教育というよりは、英語を使えるような、ね、教育に、シフトをしていくべきなのかなと、思っています。で、隣の国の韓国も英語の能力がかなり上がっていますし、ドイツの人たちも英語の能力には、ね、かなり力を入れて能力が上がっているのかなと思っています。日本も子どもたちも優秀だと思いますので、教え方が悪いですね。ちゃんと実践的な、要はジャパニーズイングリッシュを教えるのではなくて、ネイティブイングリッシュを身につけることができるような教育に改革をしていきたいなと、思っております。で、2つ目としてはやはり金融の教育は外せないのかなと思います。金融の教育というのはそのお金儲けに直結をしてきますので、それこそ稼ぐ力につながって、世界で活躍できる人材を作ることができて、その結果国力も、ね、強くなって、日本人の平均賃金も上がっていくのかなと思っていますので、教育もその時代に合わせた改革が必要なのかなと思います。で、あと成功事例もね、子どもたちに見せていくべきだと思いますので、県外からも国外からも優秀な人たちに来てもらって、積極的に呼び込んで、会社を作ってもらって、経済を、ね、回していくべきなのかなと思います。
まあ、アメリカのシリコンバレーとか、あとは UAE のドバイも、世界中から優秀な人たちが集まって、会社を作ることで経済も、ね、発展をしていると思うんですね。なので、自国民だけではなくて優秀な人たちに来てもらった方が、ね、いいと思います。まあ、そのためには日本人も英語が話せるようになった方がいいと思いますし、まあ、税金制度も見直しをするべきなのかなと思います。まあ、個人的にはその起業家の人たちに対して全面的な、ね、バックアップもしていきたいと思います。まあ、日本浜松とか静岡は、東京と大阪の、ね、中間の位置にしていますので、まあ、そういった地理的な要因は、ね、非常に、プラスになるのかなと思います。まあ、しかも今は Wi-Fi がつながっていれば、田舎でも仕事とかね、ネットの仕事、ビジネスはあって、富裕層とか超富裕層を我々の町に来てもらった方がお金がね、地元に還元されて経済が成長すると思いますので、我々の生活を良くするためにも、漁港を開放するとか、静岡空港もプライベートジェットをね、離発着できるようにすることで、金持ちを呼び込んで、経済をプラスにね、成長させていきたいなと思います。ということで、子どもの未来を作る党としては、徹底的に政府公務員のね、効率化を図って、特に、減税をすることで、富裕層を呼び込んで経済を回していきたいなと思っています。まあ、漁港を開放して、マリンレジャーを普及させるということも経済的な成長の面で見ればかなり大きな効果があると思われますので、まあ、また次の、ね、地方選挙を必ずやってきますので、前例にとらわれないような政治を目指してまた調整をしていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。29分か、ということで、29分と、まあ、これぐらいで今日は終わろうかなと思います。今日は本当に暖かいことで、ね、助かりました。まあ無所属ですから、無所属でどこまでできるか分かりませんがね、また一つ一つ地道に頑張っていこうかなと。まあ、将来は、選挙もまた調整して学校も作っていきたいと思っています。将来の夢は公務員というような子供じゃなくてね、世界で活躍できるような子供たちを育てていきたいと思っていますし、子供たちの未来に夢が持てるようにね、また頑張っていこうかなと思います。ありがとうございます。じゃあこれで終わります。All right guys, just finished my brief speech. Thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned, see you there. Yara, Yoro. Bye.